始まっているかしら。あ、こんばんは。始まってる。こんばんは、こんばんは、こんばんは。あ、コズと僕のスタンプいっぱい。ありがとう。そうね。ありがとうございます。では、蓮の空女学院2年の音宗小生と申します。本日もよろしくお願いいたします。いたします。はーい、2年の夕霧つづりだよ。よろしく。よろしくね。あ、そう。ホワイトボードね。僕が書いたんだ、ね、じゃーん。ありがとう。今回はつづりがね、書いてくれたのよね。コズと遊ぶよ。楽しみ、楽しみ。ワクワク。うさぎさん、かわいい、ね。そう、うさぎさん。去年の干支だから。うさぎさん。なるほどね。確かに。ぴょんぴょん。あ、抹茶ホワイトボードかわいい。ありがとう。コズウサとツズウサ。ツズウサ。ありがとうございます。ありがとう。そういえば、私とつづりの配信は、意外と久しぶりかもしれないわね。おー、確かに。確か。2年生の回で2人で配信したけれども、それ以来かしら。そうだね。僕、コズと配信できなくて寂しかったよ。コズも寂しかった？本題に入りましょう。それで、今日は何をするの？今日はつづりの企画なのだから、企画の説明をしてもらえる？わかった。ね、今日はね、コズと久しぶりの配信だから、コズといっぱい遊ぼうと思って、遊ぼうと思って、遊ぶ。なるほどね。遊ぶと言われてもどうしたらいいのかしら。カホとルリの3番勝負の配信見た？見たわ。あんなのしたーい。あんなのね。確か回って片足で立って体幹の勝負をしたり。英語禁止対決をしていたわよね。イングリッシュ。あれ楽しかった。みんなも楽しかった。あれ。お、あれやるのか。あれやるのか。じゃんけんも。あー、楽しかった。楽しかった。おー、そうね。あんな感じのやっていくよ。じゃあ私とつづりで対戦するのね。言っておくけれど、私は英語も体感もかなり自信があるわよ。おー、コズ、負けず嫌いさんだ。どんな勝負だって、負けるのは嫌だもの。おー、頑張れ。頑張ります。お、サスコズだって。サスコズー。サスコズ？サスコズってなんだ？なんなのかしらね。それで、まずは何で勝負するのかしら。ね、第一試合は、あっち向いてホイだよ。あっち向いてホイ。僕ね、あっち向いてホイが得意な気がするんだ。気がするだけなのね。すごく気がする。だからやってみよう。そうね。じゃあ早速。あ、そうだ、じゃんけんだけど、普通のじゃなくて体じゃんけんにしよう。いいわね。カホとルリノさんとの配信でもやっていて、以前の配信でも全員で挑戦したわよね。そう、やったー。確か、ハスの空じゃんけんという名前になったわよね。これがグー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 ね。これがチョキー。チョキー。あ、横からも見せまーす。チョキー。チョキー。で、これがパー。パー。パー。パー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 。わかったかな。わかったわ。じゃあ早速いくよ。よし、向かい合って。そうね、最初はグー、じゃんけんパー。おー、負けたー。では、あっち向いて左。あれ、僕は左向いたけど、コズは左指してる。ということは、じゃあコズ負けね。おー、コズすごーい。よかった。負けちゃったー。この調子ね。さすがです。あ、サスコズってさすがコズってこと。なるほどね。おー、サスコズ、いい言葉ね。じゃあもう一回いこう。そうね。せーの、最初はグー、
じゃんけんグー。あ、おさらー。アイコね。うん、アイコ。アイコ、嬉しいな。そうね。うん、じゃあもう一回。アイコでレッサーパンダ。レッサーパンダはチョキで勝てるのかしら。あれ、でもレッサーパンダさん、かわいそうだな。かわいそうね、確かに。どうする、アイコにしとく。そうね。うん、じゃあもう一回行こう。はい、こうで行く。あ、またお揃いだ。ね、嬉しいね。そうね。コスも嬉しい。そうね、気が合うことは嬉しいわ。お、じゃあ、お互い勝ったことにする。いいわね。お、じゃあ今、2対1かな。確かにそうね。うんうんうん、じゃあ次、コスが勝ったら、コスの勝ちだ。そうね、頑張るわ。うん、じゃあ行くよ。最初はグー。じゃんけんパー。あ、またアイコね。アイコでチョキ。あ、負けた。私ね、うん、では最初は、あ、違うわね。一回じゃんけんする。じゃんけんしよっか。じゃんけんでいいの。じゃんけんパー。あれ、勝っちゃった。では、じゃあ、あっち向いて、上。下。おー、負けた。ということは、もう一回かな。そうね。うん、最初はグー、じゃんけんパー。あ、アイコだ。まただ。嬉しいね。そうね。あ、じゃあこれも引き分けってことにする。そうね。じゃあコスが3ポイントになって僕が2ポイントだから、おお、コスの勝ち。私の勝ちね。すごーい。よかった。さすが、コス。コスはあっち向いてホイ名人だね。あっち向いてでホイ名人。うん、嬉しいわね。おー、お、素晴らしいわね。だって、おお、コス最強。最強。おお、ありがとうございます。次は何で対決をするのかしら。おお、次はね、俳句王だよ。俳句王。うん、俳句で対決するのね。うん、正解。テーマを決めて即興で俳句を読んで、見ている方にどっちの俳句が良かったのかを決めていただくということかしら。うん、そうだよ。コズすごいね。なんでわかったの？だいたいこんな感じかなと思っただけよ。おー、うん、こんな感じ。じゃあ早速やろうやろう。そうね。じゃあ、お題はね、冬だよ。うん、冬ね。うん、わかったわ。じゃあ、まずは僕から。うんうん、冬。お題冬か。うん、冬。よし、考えられた。早いわね。うん、いくよ。チョコケーキ、クラムチャウダー、あとおでん。あ、赤巻き美味しかったな。これは、俳句なのよね。うん。ね、最近さやにいっぱい作ってもらったんだけど、それ美味しかった。なるほどね。っていう歌。食べ物を作ってもらった歌。うん、まあ、確かに素敵ね。うん、チョコケーキ好き？好きよ。お、美味しいよね。今度一緒に食べよう。そうね。あ、お腹減ってきた。おお。あ、そうだ、次はコズの番だね。そうね。うん、冬よね。冬冬。うん、あ、ではいきます。うん、雪の上、花の穂揺れる冬の空。どうかしら。おお、すごい、かっこいい。ほんと。これはカホと歩いた通学路を歌った一句です。おお、難しいわよね。うん、なんかかっこいい。だって。ほんとかしら。ありがとうございます。うんうん、さすこすと。あ、素敵。うんうん。あ、ちなみに漢字はどうやって書くの？冬の空は冬？冬。そうね、冬。うんうん、冬で、カタカナのので。お、あ、そうだね。と一緒だね。そうそうそう。花の方は、うん、こう、カホの方ね。カホと漢字であるでしょ？カホ。木下カホの。カホはひらがな？漢字よ。漢字なの？そうよ。カホ漢字？ひらがなだと思っていたのね。うん。今度では勉強しましょうか。あ、
かん、ね、ね、漢字覚える、漢字をね、うん、そうね、ありがとう、カホ覚えるよ、そうね、うんうんおお、カホ大好き先輩そうね、おお、みんなすごいね、カホの絵文字がいっぱいだよ、カホカホ、あれ、じゃあカホはひらがなじゃなくて絵文字だった？いや、お漢字で覚えましょうね、うん、わかった、それは頑張る、うんうん、あー、でも俳句考えるの楽しかったね、これは勝負だったのかしら、あれ、あー、じゃあここで対決は終わり、一緒に遊ぼう、いいわね、うん、楽しい、じゃあ次はね、うんうん、一緒にジェスチャーやろう、ジェスチャー、うん、ね、ジェスチャー、あ、遊びね、うん、わかったわ、うんうんうん、二人でジェスチャーをして見てるみんなに当ててもらうんだよ、うん、なるほどね、同時にジェスチャーをして見ている方に当ててもらうのね、うん、ジェスチャーのテーマというかお題はどうするのかしら、おー、お題、あ、今から僕がコズにひそひそってする、耳打ちね、うん、わかったわ、よし、やろう、うん、わかった、うん、じゃあ、いくよ、うん、おお、ここに噴水があるんだね、すごい、これはヒントではないかし、お、ヒント、ヒント、あ、一言なら言うのセーフだよ、なるほど、ね、うん、じゃあ再開、そうね、何してるの、これはアメンボよ、お、アメンボ、じゃあ僕は何担当しようかな、あ、木を担当する、素敵ね、確かに、うん、木がいっぱい、木木木、あと他に何があるかな、あ、橋もあったね、橋、そうね、確かにこの橋、橋、ね、いいわよね、あ、橋、うん、あ、二人で橋作ろう、いいわね、橋、うんうん、橋、橋、橋を、では、みんな渡って、こう、渡る、渡ってくれた、うん、おー、いいわね、優雅だ、アメンボもね、アメンボ、みんな分かったかな、あ、すごい、当ててる人がいる、お、じゃあ正解発表するよお願いね、兼六園でした、すごい、みんな当ててるよ、そうね、とみとみさん、たくさんの方が、あ、こないだ行ったようだって、ようこそありがとう、ありがとうございます、うん、じゃあ次のお題に行こうか、そうね、うん、じゃあ、行くよ、ジェスチャースタート、何してるの、こう、小さいもの、あー、じゃあ、なでなでする、確かによくね、なでているわよね、うん、あと、肩にもよく乗せてるんだ、肩にも、うん、乗る、お、厳しいかしらね、私は、そっか、じゃあ、今度練習しよう、そうね、肩に乗る、肩、あー、みんなわかるかな、難しい、うーん、あ、そしたらコズ、空気に絵を描いてよ、空気に、うん、正解の子、うん、このような感じかしら、おー、うん、このような感じ、おー、キュートだね、うんうんうん、お腹を、お腹にある模様だね、そう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 、そう、うちにいる子はね、可愛い模様があるんだよ、うん、お、お、あ、正解してる人がいる、たくさん、おお、すごい正解、じゃあ発表するね、お願いね、うん、正解はカワウソでした、パチパチパチ、みんなすごいね、そうね、うん、でも猫とかもいたよ、猫猫、小さいもので、確かにね、今度肩に乗せよう、あ、じゃあ
次が最後だね。そうね。うん、じゃあお題はね、わかったわ。うん、じゃあ行くよ。ジェスチャースタート。ハロメグ。それは言ってもいいのかしら。ね、あ、でもそれは、ね、ヒントだよ。確かにヒントだけれど、ねえ、それを使っているのはもう、ね、使ってるの。そっか。じゃあハロツズ。なるほどね。あなたも使うのね。コスもやる？ハロコズ。私は使わないわ。あれ？ハロコズ？しないわよ。僕ツズだよ。コスはハロツズ？ハロコズ？やってくれないの？一緒にやりたいな。なるほどね。ハロコツ。おー、かわいい。かわいい。うん。よかった。ハロツズ。おー。あ、うん、そうだ、正解発表忘れてた。そう、正解はね、みんなも当ててたけど、メグでした。メグです。うん。おー、ズズズズ、こずこず。おー、すごい、ハロコズだって。うん、そうね、ハロコズ、ハロコズ。うん。あ、メグちゃんか、メグちゃんだけか。おー、そうよ、ね、ハロコズ。おお、いやー、ジェスチャーゲーム楽しかったね。そうね。うん。あ、対決ではなくなってしまったけれど、とても楽しかったわ。うん、よかった。そういえば、こうして二人で遊ぶなんてこと、今まであったかしら。おお、うん、確かにないかもね。うん、そうよね。本当に楽しかった。あ、よかった。僕もコズと遊べて楽しかったよ。これからも、うん、遊ぼうね。お、そうだ、じゃあみんなも一緒に遊んでくれる？どうかな。どうかしら。あれ、もっと見たいとか。お、楽しかった。もっと遊んで。あ、もちろん。ありがとう。ありがとうございます。では、今日はこれくらいで終了しましょうか。お、うん、そうだね。この後はウィズミーツアフター配信もありますので、よろしければ引き続きお付き合いください。うん、よろしく。それでは皆さん、本日はありがとうございました。うん、じゃあね。僕切るよ。ありがとうね。うん、みんな、またね。ごきげんよう。ポチッ。